ユニコーンに登場したグフ重装型がトリントンに集合できなかったのは有名。実はこのグフ、道中でいろいろな体験をしていました。まずグフはユニコーンが宇宙へ上がっても放浪、そしてサイコフレームの光を見て復讐心を忘れ、立ち寄った町の復興を手伝う。本人は気づいていないが、この町実はトリントン。さらにグフはなぜか連邦軍に没収されず、そのままフェニックスの不死鳥狩りの一部始終を夜空越しに見て、その帰り道でまた迷子と、かなり面白すぎるストーリー展開。この様子はトライエイジのカードに記載されているので、みんなも見てみてね。